霊洋ジリスは、五乳高ネズミモクリスカ霊洋ジリス族に分類される、ジリスの一種。アメリカ南西部及び、メキシコに分布する。乾燥した砂漠の暑い気候に適応している。学名は、命名者の一人であるオーデュボンの友人で、鳥類学者のエドワード・ハリスへの県名として付けられた。アメリカ合衆国アリゾナ州及び、ニューメキシコ州南西部。 メキシコソノラ州北西部せの上に尾をかざすハリス霊洋ジリス紐は灰色で銅の側面に白色の横縞が一本あり、側面と四肢は茶色、目の周囲に白い縁取りがある。冬毛は夏毛より長い。体重1 1 0 1 4 0ム、東道長2 2 2 5ートル、尾長7 6 0トル。 シマリスと間違われやすいが、顔にシマがないことで見分けられる。半砂漠地帯に生息する。中高生。体温は36.7から41.6度と高い。砂漠の熱から体を守るため、日傘のように尾を体の上に掲げて、日陰を作る。体温が限界近くまで上昇すると、日陰に移動して地面に腹ばいで寝ることで体温を下げる。 汗をかかない代わりに、唾液の分泌によって、体温を下げる。最適な繁殖期は2月から3月だが、12月から6月まで繁殖することが可能である。妊娠期間は30日、一度の出産で、平均6.5頭の子を産む。生後217日で大人と同じ大きさに成長し、雌雄ともに約1年で、生成熟する。雑食性で、サボテンの果肉や、 種、メスキートの豆などの植物だけではなく、昆虫、小型の月種類、腐肉も食べる。捕食者には、ボブキャット、コヨーテ、ヘビ、ペットの犬や猫などがいる。絶滅には品していないが、生息域は開発によって減少している。アリゾナ州では保護の対象となっており、アリゾナ州政府狩猟漁業省によって捕獲が禁止されている。ありがとうございます。